はい、前川です。いつも動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日も一人治療院経営を頑張るあなたに向けて有益なコンテンツを送っていきたいと思います。今日はですね、 100% の確率で100万円売り上げる、21ステップの、その5をですね、その後、お話していきたいなと思います。今日はですね、リピートを把握しろっていう話をしていきたいなと思います。まあ、すごい当たり前やんけって話なんですけど、そうなんです。当たり前のこと、当たり前のように着実にやっていくと100万円という数字はしっかり達成するので、めんどくさがらずにですね、ぜひ一緒に頑張ってやっていただけたら嬉しいなと思います。で、どういうことかというと、初回から次回、そのまた次回できたら、まあ6回目はそのまた次回っていう感じですね。しっかりとそのリピート率っていうのを把握していっていただきたいんですね。で、リピート率がこうどうしても少なく出るとテンション下がるじゃないですか。だからね、リピート高くなるような計算方法をしてる方がいてるんですけど、絶対やめてください。それどういうことかというとですね、初回が例えば10人新規が10人だったとしましょう。で、2回目来てくれた人が8人です。で、3回目は、まあ、6人、4人、2人っていう形にしていきましょう。例えばですよ、きっと皆さんとかもっとね、リピート率いいと思いますけども、こうやってやっていくとですよ、リピート率はどういう風に計算していくのかって話になります。じゃあ2回目リピート率はこれだったら 80% です。わかりますよね、10分の8なんですよ。で、ここからなんですね、ここからリピート率の出し方で、いや少ないの嫌やねんっていう人は8人のうちの6、8分の6で計算するんですよ。じゃあ7波6波ちゃちゃ7波8波、なんか75、6パーになると思うんですね。それで計算するとなんかいい感じするじゃないですか。そんなんしちゃダメなんですよ。この10人のうち何人残ってるかなので、10分の6なんで 60% です。じゃあこっちが 40%、 20% ですね。こういった形でリピート率をしっかりと把握していってください。はい。で、大事なのはやっぱりリピート率すごい大事なんですね。おそらく、初回の患者さん集めるのには、初回フロントエンドっていうのを使ってると思います。FA じゃないわ、FE か。フロントエンドっていうのを使ってると思います。なので、ここで利益って出ないわけじゃないですか。これ以降で利益が出てくるんですね。なので、ここのリピート率がないと、利益って出ないわけですよ。なので、例えばここですね、この5回目、リピート率、ここを 10% 上げることによって、売り上げっていうのはすごい変わっていきますよね。うん。また、これちょっと、コンスタントに落ちていってますけども、人によってはですよ、80%、80%、40%、20%となる人もいてるんですよ。いてるんですね。こうなった場合って、いやー、すみません、5回目リピート率 20% なんで、5回目リピート率を上げたいんですけど、どうしたらいいですかねって質問してくる方がたまにっていうか結構多いんですけども、じゃあ5回目リピート率これを上げたかったら、どこに手こ入れしないといけないかってなった時に、手こ入れしないといけない部分はここじゃないですか。だってここで一気に落ちてるんでね、だここに対してのアプローチをしていかないといけないんですよ。でもこれを分析せずに5回目なんとか残したいねんってやると、ここでなんとかしようといっぱいアプローチしていくんですね。でも問題はそこじゃないわけですよ。その手前で起こってしまってるんで、ここに対してアプローチしていかないといけないので、アプローチ場所が変わってきてしまいます。なので全て数字で把握していく。だからリピート率も初回から2回目2回目から3回目4回目5回目6回目っていうのをちゃんとですね、数字で把握するようにしていただいて、どこで自分の穴があるのかっていうのを見て、見つけてみてください。気分でやったらダメです。結構続いてるんですけどねっていう人で聞いたら、もう3回目ぐらいなくなったりとかするんでね、その辺ちょっと注意してやっていきましょう。で、自分は初回フロントエンドからのこのバックエンドがもう弱いのか、いや3回目ぐらい目は来てくれるけども、その次が来てくれないのか、どこに自分の穴があるのかっていうのをですね、ぜひ考えてというか見つけて、やっていきましょう。それで対策をですね、打っていきたいなと思います。こんな感じで、今日はですね、動画を終わっていきたいなと思います。今日はですね、100% の確率で100万円に到達する方法21ステップの
5についてお話ししていきました。ではですね、次6についてお話していきたいなと思います。ではまた次回もお楽しみに。さよなら。